ジョン・ヘンリー・クリフォードは、アメリカ合衆国マサチューセッツ州、ニューベッドフォード出身の弁護士、政治家である。1850年代の大半は、同州の検事総長を務め、三つの異なる政党が政権を支配したま,まもその職を保持した。保育党員として、第21代マサチューセッツ州知事に当選し、1853年から1854年の一期のみ、務めた。 マサチューセッツ州で生まれておらずに州知事になったのは初めてのことだった。検事総長としてのクリフォードは19世紀でも最大級に世の話題をさらった裁判であるパークマンウェブスター殺人事件で検察を引っ張ったことで名声を得た。この事件は犠牲者も容疑者もボストン社交界の上流階級の出身であり有罪とするために 初めて法子学の見解を証拠に使ったものだった。南北戦争の間、クリフォードは北軍を支持し、戦後はアメリカ連合国大統領ジェファーソン・デイビスを告発しようとしたが成功しなかった動きに巻き込まれた。後年はボストンプロビデンス鉄道の社長を務めた。ジョン・ヘンリー・クリフォードは1809年1月6日にロードアイランド州プロビデンスで生まれた。父は ベンジャミン・クリフォード、母は悪サだった。クリフォードは、その13人の子供のうち、6番目の子だった。1827年、ブラウン大学を卒業し、ニューベッドフォードのティモシー・コフィント・デダムのセーロンメトカーフと共に法律を勉強し、その後ニューベッドフォードで法律実務を始めた。その人生を通じ、時には共同経営者と共に法律実務を続けた。 1832年1月16日、クリフォードはサラ・パーカー・アレンと結婚した。この夫妻には5人の子供が生まれた。1835年、クリフォードはマサチューセッツ州議会会議員に選ばれ、州法を改定した委員会の委員となった。1836年、州知事エドワード・エバレットの補佐官となり、 エヴァレットが1839年の選挙で落選するまで務めた。エヴァレットはクリフォードの貢献に応えて1839年に州の南部地区の地区検事にクリフォードを指名した。クリフォードはこの職をその後の10年間務めることになった。この検事在任と同じ時期である1845年にはブリストル軍選出の州上院議員に選ばれた。 1849年、ジョージ・エヌブリックス州知事から州検事総長に指名された。1851年に民主党のジョージ・バウトウェル州知事が就任した後も、その地位を維持した唯一の保育党員となった。バウトウェルはその美暴力で、クリフォードは良き役人であり、公正な人物だが、人を結論に導くことができる性質に欠けている。 これが私にとっては有益な特性だ。彼は課題について操作し、私に権威と判例を与え、結論は私に任せてくれる。要するに、政権党には私が指名したいと考える者がいない。ハレット氏が外して最も支持できる候補者だ。彼は偏見に満ちており、弁護士として指示通りには動かない。これらの点でクリフォードはその対局にあると説明していた。 クリフォードが告発した最初の大きな事件は、ボストンバラモンであるジョージ・パークマンが殺された事件だった。19世紀でも最大級に世間を騒がせた事件と言われている。パークマンは1849年11月に失踪し、ハーバード大学の教授ジョン・ホワイト・ウェイブスターがその殺人容疑で逮捕された。死体処理の陰算な方法、死刑に相当するという事実。 犠牲者も容疑者も上流階級にあるということが、この事件に大衆の興味を大いにかき立て、法廷は傍聴者で一杯になった。この事件は実際の死体がないという事実で複雑になった。パークマン家から雇われていた弁護士、ジョージ・ベミスの助けを得て、クリフォードは法子学の見解を証拠に使い、また強い状況証拠でウェブスターに対する立件につなげた。 売信員は2時間半の検討後に有罪を回答した。その後主席判事のレミュエル賞が売信員に与えた指示に関して多くの議論があったが、ウェブスターは犯行を自白した後で公主刑に処された。この事件は法学者の間に関心を継続させた。これは被告の弁護人が提出された証拠を積極的に議論しておらず、また無罪を証明する。 可能性のある証拠を提出しなかったことも関係していた。マサチューセッツ州最高司法裁判所主席判事、レミュエル賞、パークマンウェブスター殺人事件の裁判を行った。クリフォードの友人だった1852年、州のホイッグ党がパークマン事件で得られたクリフォードの人気を利用して州知事候補に指名し、クリフォードは渋々ながらそれを受け入れた。 選挙レースは難しいものであり、大統領選挙の影響が強く、候補者は禁止を進めるメイン法に対する姿勢を示す必要があった。クリフォードは、保育党の推薦に加え、メイン法に反対する党からも指名され、対抗馬の一人、ホーレスマンは自由土地党とメイン法擁護派の指名で出馬していた。ック党は1850年妥協に対する反応で分裂しており、 国政選挙では多くの保育党の票が民主党のフランクリン・ピアースに流れていた。クリフォード、マン、及び民主党のヘンリー・ w ブビショップが出馬した3人の争いで、クリフォードは投票総数の45%を獲得した。普通選挙では過半数条項がまだ有効であり、最終判断は、衆上院に委ねられ、クリフォードが ビショップに対して29票対4票で当選した。ただし、ホイック党の一派はクリフォードを支持するのと引き換えに、アメリカ合衆国上院議員ジョン・デイビスの交代を要求した。クリフォードは、州知事を一期一年のみ務めた後、弁護士として働くことを好み、再選を求めて出馬しないことにした。その後継者であるエモリー・オシュバーンが、 再度クリフォードを検事総長に指名したので、1854年から1858年まで、務めることになった。この任期中には、ノーナッシング党の州知事、ヘンリー・ジェガードナーの政権である時期もあった。ガードナーは、ノーナッシングの出現以前は、政治的に保育党支持者であり、クリフォードを検事総長に据えたままにした。この二人は、 ノーナッシングの反移民法や極端な改革提案のいくつかについて対立した。ガードナーの就任中、マサチューセッツ州憲法が改定されたので、検事総長は、指名職ではなく、選挙で選ばれる職に変わった。1858年の選挙では、クリフォードの公認として、スティーブン・ヘンリー・フィリップスが当選した。フレデリック・ダグラス、1850年頃の、 ダゲレオタイプ写真1859年、マサチューセッツ州は200年来続いていたロードアイランド州との境界問題の最終段階と考えられるもので、クリフォードをフィリップスの支援を行うものとして雇用した。フィリップスとクリフォードは1861年1月にワシントン DC に旅し、アメリカ合衆国最高裁判所に出廷した。当時は、 南部と北部の間の緊張関係が異常なほど高まっている時であり、アメリカ合衆国司法長官、エドウィン・スタントンが、ワシントンは反乱軍に攻撃されるかもしれないという懸念を表明した。二人が、マサチューセッツ州知事ジョン・アルビオン・アンドルーに送った手紙は、アンドルーをして、南北戦争のために主眼兵の組織化を始めさせる警告の一つとなった。クリフォードは、 ホイッグ党の他の保守派と同様に政治的に奴隷制度廃止運動には反対していた。元奴隷のフレデリック・ダグラスから奴隷制度擁護派であり、ブリストル軍で最も貴族的な紳士と表現されていた。しかし、一旦南北戦争が勃発すると北軍を支持し、マサチューセッツ州が戦争に参加することを支持した。1862年、共和党に反対して、 反奴隷制度廃止途を結成する呼びかけに応じた。その人民党は、主に1860年の北部支持、立憲連合党を支持した人々によって結成され、エイブラハムリンカーン大統領の奴隷解放宣言予告が9月に発せられたために、注目を集めることができなかった。クリフォードは、同年の選挙で、州上院議員に選ばれ、その議長を務めた。 クリフォードは1864年のリンカーン再選を支持した。1868年には大統領選挙人に選ばれ、ユリシーズ・グラントに一票を投じた。1865年、クリフォードは元アメリカ連合国大統領ジェファーソン・デイビスを告発するための特別委員の一人に選ばれた。デイビスは反逆罪で告発されたが、4年間にわたる、 政治と法の論争の後で様々な理由により国訴は取り下げられた。クリフォードは1866年にバージニア州でデイビスを告発する難しさに関する論争に参加し、基本的に陪審員の意見を固めない限り、ある意味で戦争の結果をひっくり返すことになるバージニア陪審員の臆病な結論に至ることになったと述べた。 クリフォードは1866年7月にその任務を辞した。ニューベッドフォードのクリフォードのカオクルーラル墓地にあるクリフォードの墓標1867年、クリフォードは法律の実務から引退し、ボストンプロビデンス鉄道の社長になった。その社長である間に、ボストンのパークスクエアに新しい終着駅を建設した。1849年にブラウン大学から 工学博士号を受けており、1853年にはアマースト大学とハーバード大学からも受けた。ハーバード大学監督委員会の議長を数年間務めた。南北戦争後、ジョージ・ピーボディからピーボディ教育財団新宅委員に指名され、戦後の南部で教育資源を建設する事前事業を行った。その後、中ロシア大使や、 中央スマン帝国大使などヨーロッパの多くの外交官任務を提案されたが、これらは辞退した。1873年と1875年、衰える健康を改善するために暖かい気候の地に旅した。1875年、クリフォードは漁業に関して、イギリスとの1871年ワシントン条約を実行する外交任務に指名された。しかし、 中立の第三者員を選出する混乱さのために遅れが生じ、その任務に就くことはできなかった。クリフォードは短期間心臓病で寝込んだ後、1876年1月2日にニューベッドフォードの自宅で死んだ。同志のルーラル墓地に埋葬された。クリフォードのギリシャ復古町邸宅は、現在もニューベッドフォードのオーチャード通りに建っており、運動歴史地区の一角になっている。 クリフォードは最高司法裁判所長官のレミエルショーと友好的な関係を維持していたが、ショーは作家のハーマン・メルビルの義父だった。クリフォードとメルビルは多くの機会に顔を合わせており、特に1852年夏にナンタケットでの出会いが特筆される。この時クリフォードは以前に担当した事件の一つについてメルビルに語って聞かせた。メルビルは後に、 クリフォードに手紙を書き、さらなる詳細を尋ねたので、クリフォードはその事件の記事をメルヴィルに送った。メルヴィルはこの題材を使って十字架の島を書き上げたが、出版されることはなかった。ありがとうございます。